楽しみいただけていますでしょうか。ありがとうございます。私はミス三三踊りの上山亜美と申します。同じくミス三三踊りの半田奈々子と申します。よろしくお願いいたします。ここで盛岡三三踊りについてご紹介させていただきます。盛岡三三踊りは毎年8月1日から4日まで開催される、勇壮な太鼓の音色と華麗な踊りの群舞が魅力の東北を代表する夏祭りでございます。今年は3年ぶりの開催となりました。コロナウイルスの収束を祈り、来年も無事開催されましたら、ぜひ皆様も岩手県にお越しください。盛岡三三踊りの起源は盛岡市那須川町にございます三石神社の三石伝説に由来していると言われております。その昔、南部盛岡城下に羅刹という鬼が現れ、悪さをして暴れておりました。困り果てた里人たちは三石神社の神様に鬼の退散を祈願いたしました。神様は里人たちの願いを聞き入れ、もう二度と悪さをしないよう、その誓いの証として神社の境内にございます三つの大きな岩に鬼の手形を押させました。諸説ございますが、岩に手形、岩に手、岩手、これが岩手県の名の由来とも言われております。また鬼の退散を喜んだ里人たちが三石の周りをさんささんさと踊ったのが盛岡さんさ踊りの始まりとも言われております。さんさ踊りの合いの手に、さっこらちょいわやせとの掛け声がございます。このサッコラを漢字に表しますと、幸せ、呼ぶ、来ると書きます。本日皆様のもとにも幸せが訪れますよう願いを込めて踊らせていただきます。それでは最後の演目となりました十二拍子、引き続きお楽しみください。どうぞ皆さん、今一度大きな拍手をお願いいたします。
水三茶三茶体育館の皆様ありがとうございました。さあどうぞ皆様今一度大きな拍手をお願いいたします。本当に素敵なステージありがとうございました。さあ、ミス三社三社パイプラインの皆様の素晴らしいステージが終了いたしました。